それでは発表を始めていただきます。拍手でお迎えください。はい、それでは、HAI 開発入門と題しまして発表させていただきます。この発表ではですね、これから HAI 開発をやってみたい方に向けてその開発、構築方法を紹介いたします。具体的には HAI とは何か、 HAI の構築方法、実際に取り組んだプロジェクトの内容、課題とその解決策をお話しして、最後に、これから取り組みたいと思っている方に向けて参考となる情報を共有したいと思います。で、私の経験をですね、皆さんに知ってもらうことで、今後 HAI を活用したアプリケーション開発や、課題解決などに役立っていただければ幸いです。で、まず本題に入る前に、簡単に自己紹介させていただきます。名前は川崎健人と申します。専門分野は、自然言語処理や人工知能で、 Python は仕事や個人プロジェクトで使用することが多いです。ソフトウェアカンファレンスには、定期的に参加させていただいておりまして、PyConJP は2019年と20年に発表をさせていただきました。前回発表した時はオンラインだったのですが、今年はこのような形で皆さんにの前で発表できるということで大変嬉しく思っております。はい、では発表内容に移っていきたいと思うんですけれども、発表タイトルにもある HAI についてまず説明したいと思います。 HAI とはですね、エッジデバイス上で動作する AI のことを指します。このあたりの概念というのはクラウドとか IoT とかとごっちゃになりやすい部分だと思いますので、改めて説明をしますと、まずクラウドは皆さんご存知かと思いますが、ネットワークを経由してコンピュータリソースをサービスとして利用するものです。で、クラウドコンピューティングはクラウド上で計算だったり処理を実行することで、それが AI になると、クラウド AI と言ったりします。で、 IoT はですね、モノインターネットでモノ同士がつながることを表した言葉です。図の中で言いますと、この、線がIoT になるのかなと思います。で、エッジコンピューティングなんですけれども、エッジデバイス上で計算だったり処理を実行することになります。で、具体的にそのエッジデバイスというものはですね、工業機械であったりだとか車やセンサーといったものがエッジデバイスにあたります。そしてエッジデバイス上に、搭載されている AI のことをエッジ AI と言います。そんなエッジデバイスなんですけれども、入門的なものから専門的なものまでさまざまな機器があると思いますが、一番ポピュラーなものですとジェットソンナノが、ポピュラーかと思います。で、後ほどプロジェクトについて紹介しますが、私自身ジェットソンナノを使ってアプリケーションを今回作りました。で、ジェットソンナノについて簡単に説明しますと、ジェットソンナノは小型で低電力でありながら、ディープラーニングをはじめとする強力な推論を実行することができるデバイスになります。で、 GPU を搭載してますので、画像分類であったり画像検知であったりセグメンテーションなどのタスクを実行することが可能です。で、本当に手のひらくらいのサイズでですね、小さいので、電源さえ確保できれば、どこでもAI を使った推論が実行できます。またジェットソンではですね、ジェットパック SDK という、AI アプリケーション構築のためのソフトウェア開発キットが公開されておりまして、これを用いることで、ジェットソンなどをセットアップした状態で利用することが可能になっております。で、具体的には TensorRT とか CUDNN とか CUDA といった、GPU でディープラーニングを実行するのに欠かせないライブラリーや、あとジェットソンプラットフォーム用の組み込みアプリケーションを実行するためのライブラリーなどが含まれています。このようにですね、ジェットソンでは HAI 構築をする上で、必要なツールを揃えてくれていますので、Python とか、あとは人工知能とか、ジェットソンに関する知識さえあれば、あとは皆さんも発想次第でさまざまなアプリケーションが作ることができるデバイスだと思います。で、この次以降はですね、実際私が取り組んだプロジェクトを例に HAI の構築方法について紹介したいと思います。大まかな流れといたしましては、大体、次のような感じで、まずはテーマ決めですね。テーマを決めることになります。エッジデバイスを使ってどんな課題を解決するのかを、ここで決めます。そして次に施策検証として、
まあ、実際に設定したテーマがエッジデバイスで実現可能かどうかを検証します。で、試作検証の後データ収集とかモデル学習をやっていくわけなんですけれども、まあ、この試作検証の段階で、まあ、サンプルデータを集めて実際にそのやりたいことができそうかどうかっていうところを確認します。まあ、ポイントとしては小さく試すことです。小さく試してみてできそうだと分かったら、まあ、それ以降のですね、データ収集、学習、モデル学習というものを本格的にやっていきます。で、データを収集しましたら、まあ、AI モデルを作成していきます。で、Python で AI の学習をやったことがある方はおなじみかと思うんですけれども、まあ、学習してテストをしてモデル改善をしていくっていうのをひたすら繰り返していきます。で、それが終わりましたら、あとはシステム化するなりアプリ化するなりといった感じになります。 ではですね、実際に私が取り組んだプロジェクトについてお話ししたいと思います。ちょっと動画を持ってきましたので再生しながら説明したいと思うんですけれども、まあ、具体的にはですね、ダーツスコアディテクションというダーツのスコアを AI で自動的に推論するというアプリケーションを作りました。まあ、このアプリケーションはですね、ダーツボードにその矢が刺さったことを検知して、まあ、スコアを表示させるものになります。で、これが、この動画がですね、実際にあのジェットソンナノの画面出力をキャプチャーしたものになるんですけれども、まあ、矢が刺さるとその刺さった位置に応じてですね、スコアが表示されているのが確認できるかと思います。はい、でシステムの全体像なんですけれども、まあ、入力をカメラから受け取ってですね、ジェットソンなので組み込んだその HAI でスコアを推定してモニターに表示をしています。本当にシンプルな構成になっています。でジェットソンなどで動いているモデルで、予測をしているので、本当にエッジデバイス上で推論は完結しております。でソフトウェアは Python で実装しておりまして、まあ、Jetpack SDK や PyTorch、Onyx といったライブラリーを使用して構築をしております。で次にですね、どうやってそのスコアを推定しているのかについて説明します。基本的には物体検知の枠組みで矢を検出してスコアを推定しております。ただ物体検知といいましても、まあ、そのものが何であるかを検出することはできるんですけれども、矢がどこに刺さったのかというところまで検出はできないので、次のこの3段階で矢が刺さったところのスコアを推定しております。まず最初にダーツボードの中心を検出します。ここですね。で、これは矢がどの位置に刺さったのかを把握するために、その基準となる座標点が必要になるため、ダーツボードの中心を検出します。で次に矢を検出します。でこれは純粋にダーツボードに刺さった矢という物体そのものを検出します。で矢という物体そのものを検出することで、矢の刺さった座標を得ます。で最後にですね、矢の中心、矢の位置を推定します。ダーツボードの中心を原点として、矢が刺さった位置から、まあ、角度を求めて、それに応じて、まあ、点数を推定します。でまたダーツは矢が刺さるエリアによって点数が2倍になったり3倍になったりするので、まあ、ニューラルネットワークを用いて矢がどのエリアに刺さったのかを推定しています。まあ、以上の流れでスコアを推定しているのですが、次に物体検知に必要なデータ収集について説明いたします。まあ、物体検知はですね、教師あり学習で AI モデルを作っていますので、まあ、アノテーションデータを作成する必要があります。アノテーションデータは Jetpack SDK に入っているアノテーションツールを使って作ることができます。でこんな感じでですね、まあ、GUI 上で、作るんですが、実際これがカメラで撮った映像になります。でカメラで撮った映像に対して、と見えますかね、ここバウンディングボックスを重ねているんですけれども、まあ検出したい物体に対してバウンディングボックスを重ねることでデータを作成します。でこのバウンディングボックスの位置が、まあ、こちらに対応していて、それぞれ座標が表示されているんですが、まあ、物体検出したい物体の位置の座標が表示されています。でこのツールを使って、まあ、セーブを押すと、この画像が、画像とあと物体の情報が保存されます。
で実際に収集したデータがこちらになるんですけれども、まあ、データを保存するたびにですね、画像とアノテーションデータが作られます。アノテーションデータはまあカメラで撮った画像において物体の位置を表す情報が XML 形式で保存されております。で XML ファイルの中身がこちらになるんですけれども、まあ、物体のラベルとですね、それぞれの座標情報が入っていることが分かります。こちらがダーツボードの中心に関する情報で、こちらが矢に関する情報になっています。でこのようなデータをですね、学習、検証テストごとに作ってあげます。で続いてデータが揃いましたので AI モデルの学習に入っていくわけなんですけれども、まあ、行った学習としては次の2つです。1つは矢の検出用に SSD モバイルネットの転移学習をしました。ジェットパック SDK には学習済みの SSD モバイルネットがありますので、それをベースとして転移学習をすることで矢の検出モデルを学習します。2つ目はスコアの推定に用いるシングル、ダブル、トリプルを判定するディープニューラルネットワークの学習をしました。これはダーツボードで矢が刺さる位置によって、まあ、ポイントが2倍3倍になったりするので、まあ、この赤いところが3倍になって黄色いところが2倍になったりするんですが、まあ、このダブルとトリプルのエリアが極端に狭くて、まあ、シングルと区別がつかない、つきづらいというところがあったので、ここは AI モデルで判別することにしました。で次にこれら2つの学習方法について個別に説明したいと思います。まず矢の検出の学習にはですね、まあ、ジェットパック SDK で提供されているトレイン SSD.py というものを実行しました。で本当にこれを実行するだけで簡単にその矢の検出モデルを作ることができます。で引数にですね、収集したデータの、パスを渡すことで、まあ、アノテーションデータ、先ほど作ったアノテーションデータに従って、まあ、学習済み SSD モバイルネットから転移学習を実行いたします。で SSD モバイルネットはちょっと私は画像の専門家ではないので、あまり詳しくはないんですけれども、まあ、簡単に説明しますと、まあ、このようなアーキテクチャをしておりまして、まあ、画像から物体のバウンディングボックス と、クラスを予測するエンドトゥエンドの物体検知モデルになります。でシングルショットディテクター の物体検知のアルゴリズムのバックボーンを、まあ、モバイルネットというモバイル向けに最適化された高速な物体検知を導入することで実現しております。また転移学習とはですね、あらかじめその大量のデータで学習しておいた学習済みモデルをベースにですね、実行したいタスクに合わせて再び学習を行うことです。まあ、今回の場合は収集したその矢の画像をですね、 SSD モバイルネットに転移学習させることで、まあ、矢の検出というものを実現しています。その他ですね、引数にバッチサイズとかワーカー数とかエポック数を指定して実行します。この学習自体はジェットソンなどでも学習することが可能なんですけれども、マシンがやっぱり非力なためですね、GPU を搭載した PC とかあとはクラウドで学習をするのがおすすめです。で続いてシングル、ダブル、トリプルの判定 を推定するモデルの学習についてなんですけれども、ここでは矢のバウンディングボックスの高さ、幅、X 座標、Y 座標を特徴量として与えてシングル、ダブル、トリプルの判定をする、問題を解いております。で当初はですね、ダーツボードのこの中心からの距離で、シングル、ダブル、トリプルを判定しようと思っていたんですけれども、やっぱりエリアが極端に狭いということで、なかなか精度が出なかったので、ここは AI で、学習をして予測することにしました。でここでのポイントなんですけれども、できるだけその簡単な問題設定モデルにしました。で右のコードがその実際に用いたモデルなんですけれども、本当に初歩的なモデルになっています。で複雑なその分類モデルにして、例えば、1から20のその全てをコールと、あとエリアを一気にその推定することもできなくはないんですけれども、やっぱりエッジデバイスは計算リソースが限られているので、シングル、ダブル、トリプル、この3つだけを推定することにしております。
そうしてできた、まあ、学習モデルなんですけれども、それぞれオニキス形式のに変換します。でオニキスというのは、まあ、AI モデルを表現するためのフォーマットです。で AI モデルってあの PyTorch とか TensorFlow とかさまざまなあのフレームワークを用いて構築されることが多いと思うんですけれども、このオニキスのフォーマットであれば、まあ、異なるフレームワークでも互換性があって、まあ、使用するハードウェアに最適化された、まあ、モデルをに変換してくれます。まあ、これをすることでジェットソンなどでも軽量かつその高速に推論をすることができます。でここにあるオニキス、export.py をで、まあ、実際に変換しているんですけれども、ここで実際あの学習済み学習したモデルを変換してあげます。で推論時にはこれがまあ推論のコードになるんですけれども、推論時にはそのオニキスフォーマットのモデルを指定することで推論を実現しています。で先ほどの Python ファイルをその実行することで推論が始まるんですけれども、それはそのこれがですねそのファイルの一部になります。で While output is streaming というところで、まあ、カメラからの入力があり続ける場合ですね、まあ、While 文以下を実行し続けます。でインプットキャプチャーで、まあ、フレームごとに画像を取得して、でここの net.detect で、まあ、画像を受け取って、受け取った画像から物体を検出します。でディテクションズにですねその検出した画像が、格納されて、まあ、検出したものを1つずつ法文で取り出しているといった状況になります。でここで、まあ、クラス ID イコール1と1ならばという if 文を書いていますが、まあ、この場合はクラス ID が1というのはダーツボードの中心を検出した場合のことを示していて、まあ、ダーツボードの中心ですねここを検出したら、まあ、その X 座標 Y 座標を取得します。ここはまあ先ほど説明したように、まあ、ダーツボードの中心から、を基準に矢の位置を推定しているので、ここでダーツボードの中心の座標を取得しております。でそしてクラス ID が1以外の場合は、まあ、つまり矢を検出したときなんですけれども、まあ、別の処理をするように書いています。で info.overlayText っていうところが、まあ、実際この、スコアを表示する部分なんですけれども、ここでいろいろと書いているのが、まあ、例えばバンディングボックスのどの位置にスコアを表示させるのかであったり、まあ、その背景色だったり、あとは文字の色というものを指定しています。でスコアの推定自体は dsd.calculateScore という関数でやっていて、まあ、この関数では座標ダーツボードの中心の座標と、あと矢の座標の情報、あとバウンディングボックスの情報を入れてあげると、まあ、先ほど説明したようにその、どの位置に刺さったのか、刺さったエリアを推定して返してくれるものになります。でそれを、まあ、info.overlayText の中で実行していますので、まあ、こういった感じにその結果が表示されるようになっております。はい、といった感じでですね、HAI 開発についていろいろとお話ししてきたんですけれども、実際はその試行錯誤の連続でした。で HAI デバイスはまあ GPU といってもですね、まあ、非力感が否めません。で私自身も最初はそのジェットソンなので学習も推論もサクサクできるのかなと思っていたんですけれども、実際やってみると、まあ、モデルが重くて動かなかったりとか、あとはメモリーが足りなくて動かなかったり、まあ、問題が多発しておりました。でいろいろと試す中でですね、HAI 開発のポイントが分かってきましたので、それについてお伝えします。でまず、まあ、学習はですね、まあ、PC でやるのがおすすめ。あとクラウドの、リソースを使ってやるのがおすすめです。SSD モバイルネットもまあ軽量な方なんですけれども、それなりにその精度を求めますと、学習に結構時間がかかりますので、まあ、PC とかクラウドでやるのがおすすめだと思います。またできるだけシンプルな問題設定モデルというのもまあポイントの一つで、まあ、複雑な問題を解こうとすると、まあ、モデルも複雑になってしまいますし、あと計算リソースがそれだけ必要になってきますので、
まあ、1デバイス上で完結するためにできるだけシンプルにするというのもポイントになります。それに加えてですね、まあ、AI で処理をする部分とそうでない部分を、まあ、あらかじめ区別しておくということも重要です。何でもかんでも、まあ、AI でやろうとすると問題が、まあ、ちょっと複雑になってしまいますし、まあ、推論においても負荷がかかってしまいますので、まあ、本当にその AI で、やるべき部分というところで AI を使うのがいいと思います。はい。で、まあ、最後にですね、今日の発表を聞いていただきまして、まあ、これからエッジ AI 開発をやってみたい方に向けて、まあ、参考となりそうなページを紹介して終わりたいと思います。それぞれ QR コードを載せていますので、そこからアクセスしていただければと思うんですが、まず NVIDIA が出しているジェットソンのチュートリアルですね、まあ、そこから始めてもらっても構わないですし、あとはジェットソンコミュニティプロジェクトを見るのもいいかもしれないです。で、このジェットソンコミュニティプロジェクトっていうのは、実際にユーザーがですね、ジェットソンナノを活用して、まあ作ったさまざまなプロジェクトが掲載されていますので、それを見てどんなことができそうか考えてみるっていうのもいいかもしれないです。あとはこの発表で紹介した私のプロジェクトのページも載せておきますので、まあ、発表の中で気になった部分とかもっと知りたい箇所についてはこちらを参考にしていただければいいかなと思います。発表は以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。はい、発表ありがとうございました。何か質問がある方はスライドに書き込みをお願いします。現在スライドにいくつか質問が上がっているようですので、いくつか上から、紹介していきたいと思います。まず質問なんですけど、例えばダーツボードの画像データの矢が刺さる前後での画像差分を算出するなどDNN を使わない方法では解決できない課題があるのでしょうか。対象が静的なダーツボードということもあり、オープン CV の機能でもそれほど性能が変わらないような気もしますが、いかがでしょうかとありますが、いかがでしょうか。そうですね、確かにその解決方法もあると思います。ちょっと私自身も作っていたときは AI で解決しようというところにちょっとこだわっていた部分もありましたので、まあ、オープン CV を使って解決するという方法も考えられると思います。なるほど、ありがとうございます。類似の質問で、テンプレートマッチングなど AI を使わない、先ほどの、類似ですけど手法と比べると性能面ではどれくらい高くなるようものでしょうかとありますが、そうですね、何かありますでしょうか。はい、そのテンプレートマッチングというものを私は存じ上げないので、ちょっと、明確に言うことはできないんですけれども、そうですね、ちょっと精度についてどちらがいいかというところは、まあ、私自身も今分かっていないところです。なのでちょっと、後で調べてみてやってみたいと思います。ありがとうございます。あとまだいくつかありまして、実際利用することでダーツ体験の向上につながりましたでしょうか。全く分野外なので教えていただけると嬉しいですとありましたが、いかがでしょうか。そうですね、まあ、それを言ってしまうと、まあ、ゲームセンターとかにもダーツボードの筐体っていうのがあるので、まあ、実際ゲーム体験でいうとそちらの方がいいとは思います。で、まあ、もちろんゲーム体験というところまでも考えられるといいとは思うんですけれども、まあ、それが、まあ、今後の課題になるかなと思います。もうちょっとその、自分 でスコアをカスタマイズしたのは何か遊び方っていうのを提案できたらいいかなと思っております。なるほど、ありがとうございます。あとは、オニキスにしない場合は性能は足りなさそうでしょうかとありますが、いかがでしょうか。そうですね、オニキスに しないと、メモリが足りなくなってしまったりとか、あとは推論が動かなかったりするので、まあ、オニキスに変換するっていう作業は、まあ、必要かなと思います。なるほど、ありがとうございます。質
問、スライドに上がっている質問は以上になりますが、そうですね、もし何か書いてる質問したい方がいらっしゃったら続いて書いていただければと思います。というところで1個質問が追加で、追加されましたので質問させていただきます。 Edge AI の参考として面白かったです。どうしてダーツを題材に選んだんですかとありますが、いかがでしょうか。そうですね、特にそうですね、まあ技術的なところで、物体検知っていう、分野があると思うんですけれども、それをもうちょっと、工夫して何かできないかなというところで、その物体をただ検知するだけではなくて、そのスコアまで推定するというところが、技術的な取り組みとして面白いかなと思ったので、ダーツボードを題材にしました。なるほど、ありがとうございます。あとは次にチャレンジしてみたいテーマってありますかとありますが。そうですね、私も初めての取り組みで、ずっとそんなので Edge AI を作ってみたので、今後はそのちょっともうちょっと何かその我々というか身近な生活の課題を解決できるような、もうちょっと便利なアプリケーションというものを作ってみたいと考えております。なるほど、ありがとうございます。結構興味深いですね。で、そうね、いくつか質問がこう次々と来ていますね。Edge AI に関わることで、ラズベリーパイとか他に使ってみたい、Edge AI 関係のデバイスなどあったりするでしょうかとあります。いかがでしょうか。そうですね、ラズベリーパイとかでも、多分 Edge AI というとラズベリーパイだと多分動かないかなという気がするので、また別のこと、別の課題とかがあれば、それの、タスクとか課題に合わせてデバイスを選んで使ってみたいとはいうふうには思っております。ありがとうございます。もう1点だけ、質問があります。オニキスハテナは他のフレームワークと互換性があるとおっしゃっていたと思うのですが、特定のフレームワークで一部できないことはありますかとあります。こちらはいかがでしょうか。そうですね、基本的にはその、機械学習モデルとか人工知能モデルとかたくさんいる、今機械学習モデルとか人工知能モデルを作るためのフレームワークって今たくさんあると思うんですけれども、そういった個々のフレームワークっていうものに徐々に対応してきているので、そのまだ新しく出たばかりのフレームワークだと難しいかと思うんですけれども、メジャーな PyTorch とか TensorFlow とかそういったものに関してはオニキスが使えると思います。わかりました、ありがとうございます。そうしましたらスライドの方も回答すべて完了いたしましたので、トークの終了とさせていただきたいと思います。もし質問が追加である方であったり直接お話ししたい方いらっしゃいましたら、廊下やオープンスペースでお話しすることもできますのでよろしくお願いします。それでは発表ありがとうございました。